津別町で2009年から取り組まれている教育授業木育。専門の講師を招き、小学校3年生と5年生、中学校1年生の3年にわたり、年に3回、9月に行われている特別な授業です。カリキュラムとしてやってるのって、日本でここだけなんです。そうなんですか？そうなんです。ここまで長期間にわたり行われる木育は、日本で唯一。愛林の町、津別町ならではのユニークな授業、木育に込められた大人たちの思いとは。とにかく物を作ってほしい。その人が。それをなんか誇りに思ってほしいなというふうに思ってます。今回は津別町の木育に迫ります。バウンニュース津別。うわこんにちは、住民企画課の水野です。上原です。上原さん、今日は木育の授業ということで津別中学校に来ています。木育見たことありますか？はい、実はあるんです。水野さんはいかがですか？僕は初めてなんですよ。なんで結構楽しみにしてます。では早速行ってみましょう。はい。取材班は木育が行われている津別中学校に潜入。14年前から中学校の木育を担当している東京から来た講師の中井先生です。早速授業を見せてもらうと、みんな何かを作っています。中学校の授業ではオートマタと呼ばれる気候おもちゃを手作りします。まあ、オートマタでね、機械仕掛けの、おもちゃを作る、まあ、第一段階として気候部分を今日は制作しました。楽しいですね、やっぱりねリモートだとなかなか伝わらないものはね。コロナ禍の影響で3年ぶりの来庁になった中井先生は、町内の加賀屋木材株式会社と木のおもちゃを開発しています。加賀屋木材製の中井先生オリジナル工作キットを使い、1回2時間、全3回にわたりものづくりが行われています。中井先生は木工デザイナーとして数々の木のおもちゃをデザイン。あの人気番組テレビチャンピオンの木のおもちゃ王選手権で審査員を務めたほどの木の専門家です。とにかく作って感じてもらいたい。木を材料にして我々は何か作んないと生活できないですよね。このカメラもそうだし、全ても作るところから始まってるじゃないですか。原点なんですよね。生活するための、社会を動かすための原点でもあるし、とにかく物を作ってほしい、その一言ですね。ものづくりの第一線で活躍する中井先生から直接指導を受ける貴重な体験になっています。ちょっと難しかったけど楽しくできたから良かったです。楽しかった。ものづくりを通して中井先生が伝えたいこととは。子どもたちがものづくりを通して木の魅力とか木の可能性とか、ね、そういうものは子どもたちの中に芽生えてくれればありがたいなと思いますね。そんな中井先生が思う木の魅力とは。自然の中から持ってきた材料で、まあ、乾燥とかっていう手間はかかりますけども、すぐ材料になるんですね。ところが鉄とかプラスチックスとかガラスとかっていうのは必ず人の手を入って時間とお金がかかって材料化されて、それから製品になってますよね。だから木はもう即材料になる。ところが多分材料の中で一番難しい
ものですね、木って均一性がないですよ、ね、難しい何年やっても難しい。続いて津別小学校3年生の木育授業上里地区にあるのんのの森で木育が行われています。講師は札幌から来た煙山先生です。はい、てどうふわふわ、これ触ってみてもいいんだよ。小学校では3年生と5年生が全3回にわたり煙山先生の木育授業を受けています。3年生2回目の今回の授業では町内の森に出向き、天然林と人工林の違いを実際に森を見て学ぶ体験授業を行っています。木育の授業ってちゃんと3年生と5年生にカリキュラムとしてやってるのって日本でここだけなんですよ。そうなんですか。そうなんです。素敵でしょ。だから木の町津別のやっぱり大人の思いが子どもたちに届けばいいなっていうふうに思います。煙山先生は木育という概念を生み出したまさに木育の専門家です。木のおもちゃなどを作る自身のブランドケム工房を主催しています。木のおもちゃ作りから始まった津別町とのご縁は今年40年を迎えました。木育っていうのはね、木と触れ合い、木に学び、木と生きるっていう、スローガンなんですけれども、北海道で生まれた言葉で、人と木や森とがこう主体的に関われる、そして豊かな心を育む、そういう取り組みなんですね。津別、本当に昔から木の町津別って言われて、愛林の町って言われてますよね。町の最初の成り立ちから木や森と切っても切り離せなかい、そして今でもそれが町の産業としてすごく大きな位置を占めている。それを津別の子どもたちに本当に知ってほしいし、それをなんか誇りに思ってほしいなというふうに思ってます。子どもたちに津別を誇りに思ってほしい。北海道ってすごくね、豊かな森に囲まれてるんですよね。そしてその豊かな森からはすごくいい木材がいっぱい取れて、北海道の森は環境にもすごくいろんな意味で大きく役立っています。そういうのって意外と当たり前すぎてみんな知らないじゃないですか。そういうことを北海道の子どもたちとか大人とかみんなに知ってほしい。森に行く授業の他にこんな授業も。煙山先生考案の木育体感キット、木育の玉手箱です。木と仲良くなってもらうための教材なんですよ。重さを感じたり、あとさまざまな木の感触や香り、さらにルーペを使って木の断面の観察も行います。煙山先生が思う木の魅力とは。人と同じように木根も触り心地もみんな違ってる。だからこの木は こんなんだったのかなって木目見ながら想像するだけで楽しいです。素敵だなと思う。煙山先生の思いは届いたでしょうか。楽しかったです。楽しかったです。初めて知ったことが多くて楽しかったです。いろんな木が太い木もあってすごかったです。すごかった。すごかった。はい、木がいっぱいあって楽しかったです。今日はありがとうございました。ありがとうございました。煙山先生は木育を通して子どもたちに何を伝えたいのでしょうか。ありがとうございました。改めて一番地元のことを知るっていうことが大事なことだと思います。自分の一番なんか原点になるとこじゃないですか、これから大人になっていくときに。私たちの日々の生活そのものが森や木とだんだん離れているように感じても、実は本当はつながっていて、空気や水がおいしいのも森のおかげだったりする。
そういうことに気づいてほしいなとか思います。津別町はなぜ木育を推薦するのでしょうか。津別町教育委員会のおじさんです。木育はですね、平成の21年から今年で14年目になりますけども、まあ、自然豊かな津別で、うちの町は 86% が森林に囲まれた町ですので、まあ、そういったことで子どもたちに津別で育っていながらも木に触れる機会がなかなかないこともありますので、学校教育の中で木に触れて森に触れて子どもたちに津別を知ってもらおうと、そういった部分を学んでいただいて感じていただいて、津別の緑を通して心豊かな子どもたちに育ってもらえればなと思っております。まあ、そういった部分を通して津別を好きになってもらって、必ず津別大学等はありませんので、育って大学等で町を育っていきますので、その後帰ってきていただけるような部分で町を好きになってほしいなとか、帰ってこれなくても津別を外から応援してもらえるような子どもたちに育ってほしいなと思っております。津別を離れても津別を忘れないでほしい。木育はそんな思いが込められた特別な授業でした。愛林の町津別町ということで、この木育授業素晴らしいですね。そうですね、小学校から中学校までの木育授業を通じて、もっと子どもたちにふるさとの魅力に気づいてもらえたら嬉しいですね。近年、特殊詐欺や悪質商法などの消費生活トラブルは、その種類や手段が多様化、複雑化しています。消費生活トラブルは、若者、お年寄り関係なく、誰もが巻き込まれる可能性があります。自分には関係ないと思うことなく、気をつけることが大切です。不審な電話やメールなどが来て、不安に感じましたら、美幌消費生活センターや商工観光係までお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。現在、津別町町中再生事業大通り幸町地区コミュニティ施設の大通り棟の複合施設の整備が進んでいます。2023年春頃を開業予定として進んでいます。現在の工事の進捗状況はこちらです。2022年9月、津別町と北海道オールオリンピアンズとの連携協定提携式が行われました。これからスポーツの分野で北海道のオリンピアンたちと様々な取り組みが始まります。イベントなど開催時にはぜひご参加ください。そうですね、まず率直に嬉しい気持ちであります。それとともにこの津別町に私たちが、さまざまな形で協力をし、この津別町が少しでも元気になっていただければ、もっともっと嬉しいんですけども、これから私たち頑張ります。この番組は津別町がお送りいたしました。では皆さん、また次回元気にお会いしましょう。さよなら。せーの、津別。